甘みのあるクールみたいな感じに、だんだん濃くなるように今回グラデーションしたかったので、ブルー8割、ピンク2割みたいな感じが立ったので、こんにちは、松崎マリンです。私は普段雑誌などのお仕事もさせてもらっています。でちょっと前まで渋谷の109というところで働いてたんですけど、7月からネイルサロンを開くことになりました。今はそれに向かって頑張ってます。今日は最近流行ってるブルーを使ったツヤ感メイクを私なりに紹介するので、よかったら見てください。どうぞ。まず今日はツヤ感メイクということなので、目元のツヤも大事なんですけど、ちょっと肌もツヤっぽくなるように、まず保湿から、普段自分が使ってる乳液とか化粧水で大丈夫なので、最後乳液たっぷり入れてこうキュキュってやってあげてください。で CC クリームで肌の色味を整えたりしたいので、今回ちょっとツヤメイクなので、普段より量多めの、つけすぎかなぐらいで初めしっとりさせながら肌の色味を整えてください。ツヤ感メイクするとき、ファンデーションをスポンジとか手で塗るよりは、ああいう筆で塗った方がツヤ感メイクには向いてるので、筆を使ってほしいんですけど、普段ファンデーション使う方はそうしてほしくて、私は今回も CC クリームにちょっとハイライトのコンシーラーみたいな筆タイプのものを使って仕上げちゃったんですけど、さっきの CC クリームにもっと肌をしっかりしたいって方はファンデーション使って、私はもっと透明感とかツヤ感を残したかったので、 CC クリームにもうハイライトだけで、明るくしたい部分にこのちょっと太めの筆なので、これでなじませていきました。目の下とこの目の上がってる部分と、おでこ、鼻筋、顎とかを明るくすると良いです。ファンデーションなどでもうツヤ肌って感じで仕上げる方はもうそこで終わりでも大丈夫なんですけど、私はベタっとした感じが残るのが好きじゃないので、薄付きのホワイトっぽいパウダーを粉もいっぱい落として、最後ポンポンポンってとふわっとするようにのせました。よくメイク動画見てくださってる方はおなじみだと思うんですけど、この MAC のベース、カラーベースをシャドーベース塗るとほんと発色が良くなるので、こういうツヤ感メイクとかするときはもちろんなんですけど、普段にもぜひ使ってみてください。シャドーベースはアイホール全体に塗ってください。で今回一応自分の中でブルーがテーマなんですけど、ちょっと春夏っぽくピンクも若干入れて、甘みのあるクールみたいな感じにしたかったので、アイホール全体に使う色をピンクのラメにしました。でこのラメ結構つけちゃうとすごいピンクになるので、一回ちょっとどこかに払って薄付きの状態のピンクを全体に使ってください。今回のキーカラーのブルーなんですけど、これ全体的にもうツヤ感が出るようなシャドウになってるので、これあればバッチリです。まずさっきピンク塗ったところの上にちょっと白を、全体的に見てピンク、その下に若干白を、またブルーの発色が際立つように全体的に入れてください。順番的に自由なんですけど、だんだん濃くなるように今回グラデーションしたかったので、まずこのちょっと水色みたいな明るいブルーをそのまた下、ここのところに全体的に端っこまで入れてください。次にこのブルー、水色よりもっと濃いブルーを取って、そこよりも若干下に次は塗ってください。でこの濃いブルーを細い筆を使って、この目の際とちょっとラインに沿うように端っこと、この二重幅につながるこのライン、ここですね、に入れてください。でこのブルーはこの下まぶたのさっき塗ったところから、ここ全体的にこことここに入るようにしてください。グラデーションの幅とかはお好きなようにしてほしいんですけど、この目を開いた時に一番着たい色は二重幅の間に塗るようにしてください。最後にこっちの白いのを使って、これがもうラメっていうよりはもう白みたいな色なので、この目の
目頭からさっきブルーを塗ったところらへんまでの下まぶたに入れてください。最後にハイライトの役割でこのすっごいラメの強いもうラメだけみたいなものを使ってこの目をつぶった時のアイホールに真ん中にこうラメを入れるとハイライト効果があってさらにツヤ感が増すので、あとこのラメなんですけどアイホール使った後は今回ツヤメイクなんでこういう目の元全体にパーってやってください。で最後アイラインなんですけど今回カラーシャドウとかがあと濃い青を使ったりしてメリハリつけてるのでそんなに重要視しなくていいんですけどこうなぞって、私はそんなちょっと今回はクールにしたかったので跳ね上げラインにしました。さっき目の下のまぶたに白いのを塗ったのでそのままよりはこういう薄いブラウンを使って白いのを塗った下に影を入れてあげると涙袋の役割を果たしてくれるのでおすすめです。で今回つけまつげとかまつエクもしてないのは、まあ、一応カラー目立たせたいのと、あとツヤメイクちょっと自まつがあさってなってるイメージが勝手にあったので今回私もそうしてみました。まつげ私すごい逆まつげなので初めにビューラーで奥から3秒2秒1秒みたいな感じで上げて、でもうあとは持ってるマスカラで塗るんですけど、まあ、ボリュームタイプより今回はロングタイプを使ってちょっと長くこういうパーっていう印象になるように何回かこう重ねてやりました。眉毛なんですけど、眉毛は自由に上がり眉が好きな方は、まあ、盛れる方は上がり眉でも下がり眉が好きな方は下がり眉でもいいんですけど、ツヤメイクの時って太眉っていうよりはちょっと細身の柔らかい感じの、まあ、細すぎずみたいな感じかなと勝手にイメージしたので、ちょっと自分の眉毛に沿って描いた後はもうあとはぼかすだけみたいな、ぼかしながらノーズシャドウも入れてブルーを使ってクールな感じにしてるので鼻筋もスッとするように入れました。でチークなんですけど、今回ブルー8割ピンク2割みたいな感じが個人的にあったので、ここにチークにもピンクを、これすごい強いピンクなんですけどそんなにつけすぎないことで薄付きのピンクになるので、これをもちろん普通にいつもの目の下、今回ちょっと目の下近いぐらいに入れたらちょっと馴染むように若干鼻筋をスッと通って終わらせました。でリップもピンクにしようかなって思ったんですけどちょっと締まりも欲しかったのでこういうグロスタイプのピンクに近い赤みたいなのを使って、まあ、でもそんなに強く塗ると真っ赤になってもうなんかいろんな色ある人みたいになっちゃうんで、ほんとちょっとだけつけてポン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 ってつけてください。でこれ色が出ないタイプのグロスなんですけどそれを使ってさっきポンポンって塗ったものを伸ばすようになじませるように使って、これも最後真ん中とかだけにつけるとぷるっとするのでおすすめです。今回ツヤメイクシャドウだけでかなりツヤ感出るものなんでこのままにしてるんですけど、なんかツヤ感少ないなみたいなシャドウの時は最近こういうグロスを最後にツヤに仕上げるのも流行ってるのでぜひやってみてください。最後全体的な仕上がりを見て目元のここに若干ピンク欲しいなって思ったのでさっきのアイホール全体に使ったピンクを使って涙袋入れた線よりは下、チークより若干上に本当にちょっとだけ動いた時にピンクのラメがキラッとするなぐらいの感じで最後入れてみました。結構今回ピンクを全く使わないのも嫌だったのでちょっとベースにピンク使ったりチークに使ったりちょっと最後に仕上げでピンクのラメを入れたりしたんですけど、まあ、全体的にはクールな印象に仕上がってると思います。実際こう動いたりした方がツヤツヤ感も出るのでそれも楽しんでみてください。まあオープニングで紹介した通りネイルサロンとか他にも美容のこととか今までやってたファッションのこととかも個人のインスタグラムとかで紹介してるのでそっちもよかったらチェックしてください。今日はこんな感じなんですけどもう結構いろんなメイクしてるのでよかったらチェックしてください。バイバーイレディーガガさんのジューダスのやつを見て
もう一発でいける人はえいってやるのがいいんですけど、なんかフェスの時とかみんなでやったりとか楽しいと思うので。